久保さん、あの、漫画といえば、ドラゴンボールなんで、シェンロンの竜にしましょうか。僕ね、多分一番漫画で、あの、印象に残ってるのは、やっぱドラゴンボールなんですよね。まあ、セントセイヤとか、なんだ、ガンダムとか、なんか、まあ、いろいろあるじゃないですか。あった、あったんですけど、まあ、僕はドラゴンボールが一番なんか、すごく、ドラゴンボール世代というか、カメカメ派をね、 練習ししたたりとか,、ね、なんかしてたんですけど、まあ、ドラゴンボールは面白いんですけどなんかあの物語がねその7つのドラゴンボールを集める旅みたいな話なんですねブルマがねあのドラゴンレーダーでねこうなんかこうで悟空と会ってねわーってそこからなんか始まっていくんですけどでその一番最初は、ね、ドラゴンボールをこう全部集めてあのシェンロンが出てきた時に最初なんかプーアルがパンティーかな 多分パンティーになったような気がするんですよね。確か。<laughs> 7つ集めてパンティーになったような気がするんですけど <laughs>。うん。あれは面白かったですね。うん。まさかのパンティーみたいな <laughs> うん。そう、なんかあのー、僕は願い事をね、するのってあんま好きじゃないんですよ。あんまりね。うーん。 んだろうな。別にする時はするんですけど、その願う,願うからどうのこうのっていうのはなんかないんですよね。なんか自分に対しての問いかけというかう、まあ多分いないと思いますよ。なんかその、例えば神社でね、お祈りしたのにふざけんなよ悪いことあったじゃないかとか、その神社のせいにする人は多分あんまりいないとは思うんですけど。 ね、お祈りしてね、再戦投げたのになんでいい悪いことないんだ、ふざけんなとかね。なんかそういう人は多分あんまりいないと思うんですけど。<laughs> うん、なんかあの、お祈りって面白いですよね。うん、なんか僕は神社すごいなと思うんですよね。だって、神社のせいにされることはなくないですか、あんまり。どうすかね、久保さん。神社のせいにする人っていんのかな神様のせいだみたいな。 金払ったのに神様は何もいいことしてくれないっていう、あんまりいなくないですか、多分。でもこビジネスになるとこう人のせいにされたりするので、うん、なんかね、あれですね、だから僕は神社を見て、神社みたいな、神社ビジネスしたいなと思ってます。でそれが、まあ、かなってはいないですけども、まあ実際にその、昔、その、ライブ、 まあ YouTube ライブをやってた時にあの投げ銭ですよね。を送っていただいてスーパーチャットってやつですか。すごいなと僕が描いていたその神社にねさ銭を投げるっていうのがしかもハイボール研究所みたいな,なんかお酒を飲みながらねただこうなんか喋ってるだけなんですけどお金が飛んでくるんですよ。すごいなーみたいなね。 うんだからまあ動画のオチとしてはオチとしてまとめるとするとまああのー、その人の神様に神様っていうと上すぎるのであれかもしれないですけどその人のまあまあメンターですよねメンター先生にはなれるまあかそれを神と言っていいのかわかんないですけど、まあ、そこにはなれるよって話です。であのー 僕の塾生さんの塾生の生徒はその生徒が塾生がメンターだと思ってるし、うん、だからなんか吉谷さんだからなれ,れないじゃないですかっていうわけではなく、まあ、実際に僕の塾生さんの生徒さんはその塾生さんがメンターですからねそう <laughs> そう久保さんもね、まあ、久保さんはメンターとか先生とか、まあ、先生とかは言うかな まあそのなんかメンターとかあんま言わないと思うんですけど、まあ言い方は何でもいいんですよ。ま要はその発信者、まあリーダー、どういう言い方でもいいんだけども、神様でもいいでしょ。まあリーダーというかね、そのお金をもらえるポジショニングには取れますよ。発信ちゃんとすれば。だって僕は久保さんの歴史を知ってますけどね、あなたは歴史知らないでしょ。僕は久保さんの歴史を知ってます、多分。 久保さんの最近即化職に入られた人よりもう確実に久保哲郎の歴史僕知ってますからね <laughs> 宇宙人ですみたい、ね、なんかその変なコメントしかできなかった久保さんも昔いるわけですからねそうだからまああの先生になるリーダーになる選ばれる人になるのはすごく簡単で親身に対応してあげるだけなんです発信して で、発信して、悩み事に対して、それはそうですよ、みたいな。で、久保さんの熟成さんでね、本出された、そのネタ、ネタ切りの方かな。電話相談ですよね。ただ、電話相談するっていうねき。聞いてあげるっていうね。それだけで選ばれるんですよ。この人聞いてくれるなっていう。だって、聞いてくれる人はそもそもいないので、周りにいてますか自分の悩み事をしっかり聞いてくれる人。いないですよ、多分。多分、家族にも言えないんじゃないですか インターネットビジネスやろうと思って、ああ、今の収入きついな、ネットビジネスやろうかな。家族に相談できますか、これ。どうせやめとけよと。騙されてるんじゃないあんたって言われるだけでしょ。<laughs> 相談できないですよ。だから聞いてあげればいいんですよ。まずは。うん。で、もし可能であるならば、あの、ね、久保さんが昔やってた戦法も取れるわけですよ。ヒルズに行ってね。ちょ、聞いてくる。<laughs> ヒルズに行って聞いてくる。<laughs> みたいなね。<laughs> そう。 あなたが知らなかったとしても代理で代理でね、分かりましたと。僕はあの、メインに聞いてきますみたいなね、<laughs> できるしねそ。そう。あなたは神になれます。いってらっしゃい。